はい、はい、どうもレフティー K です。大仁部チャレンジ、今日もなぎでいい感じなんですけどね、まあ軽音サーフに来てますけど、ここ数日ねちょっとベイトが離れて当たってないということなんですね。でまあちょっといろいろ、もしかしたら今日は乱眼で車移動して大きく、ポイント変えるかもしれないですけどね、ちょっとどうなるかわかんないですけど、頑張ってみましょうかね。まずはやっぱりその愚痴ですよね、ベイトとなる、まあ、それを探すためにですねちょっとルアーも、ジャクソンのダニエル 30g ですね、赤金のトリプルフック仕様にしております。めっちゃベイトいました。遠くで当たったんで下口かなかったね。よし、いいとこ取ったかもしれない。ここ駆け上がりなんですよね。グチですよこれ。あっ、アジっすね。今度はエヴァ、めっちゃエヴァいますね。なんか久々のベイト反応っぽいですね。なんか最近この辺怪しいっすよね、15とかが。あ、よかった、生命反応があっていいね、いいスイッチ。あっち何も当たらなかった。あーでしょ、なんか30番最近当たらんっすよね。スイートムス味と愚痴とエヴァが当たります。なんか大仁部っぽいのバラしたとか。一応追い合わせしたけど、重くずしーってきたから。でかい、うちでけえな。ハハ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 。珍しいっすね、この辺で平がポンポン当たる。それだけベイトが、うん、帰りづらくなりますね、うん、帰らなくていいんじゃないですか。もうちょっと頑張ろうかな。
そうですね。はい、行きまーす。はい、もう一枚行きます。はい、 OK です。道は当たるけど、まあ、こんだけ、まあ、当たるだけでもなんかちょっとワクワク感があって楽しいですね。あー、来た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 。この、こうやって回転する動画がカッコいいです。わあ、確かにドラグは出てない。めちゃめちゃ手前いますね。めちゃめちゃ手前波がこう、ほんとせり上がるところの。あんま早く竿を倒すか、走るゆっくり、ああいう張り上がれます。これはうまそう。サイズっぽい。メーターぐらいあるんじゃないですか。メーターありますわ。よかったね、するね。おわ、食ってる、ちゃんと。いいですね、やっぱ食ってると首振りがガンガンってなりますよね。素晴らしい。やるやる、マジで。これこれうまいわ。これよ、これよ。いいカメラで撮った方が。頑張って、こう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 って、140ぐらいに、ね。